夜はすごく寂しい子でした。塔を登ると言ったら泣きながら行くなって止められたけど、私はそんな夜を見捨てたんです。もう二度と会うことはないと思ってた。前置きはいいから言いなよ、お礼のお願いとやらを。私のことを夜に黙ってて。嘘をつけってこと？君がラヘルじゃないと。ええ。夜は君のそばにいたがってるのに。そばにはいられない。わからない。ならクラウンゲームでどうして王冠を取りに行かなかった？それが問題なの。え？一緒にいたら互いが弱みになる、重荷になる。分かって、これが二人のためなの。二人じゃなく自分のためだろ。